はい、皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はこちら。こっちね。ソクスナミニランチャー超小型ガスグレネード。はい、スペックですけれども、全長が 95mm、 幅が 28mm、 高さが 30mm となっております。重量は 93g、素材はアルミがね、使われておりまして、装弾数は40発で、パワーソースはエアガン用ガスを使ってください。で、射撃方法はこちらね、引き金を引くと40発一斉に発射されます。で、カラーはブラックとレッドのミニランチャーとなっております。で、ソクスナはスペインのエアガンメーカーとなりまして、 20mm レール対応で超小型、ハンドガンのね、アンダーマウントレールにジャストフィットということで、今ね、一応つけております。長物にももちろんつけられます。出会い頭のね、接近戦に大きな戦闘力を付加することになるでしょう。で、弾の入れ方ですけれども、この真ん中の穴以外に、5発ずつBB ローダーでこう入れていきます。で、こう間違ってね、真ん中に入っちゃう時がね、あるんですけど、とりあえず打てはするんです。打てはするんですけど、基本的には真ん中は入れないようにしてくださいと。今まさに入ったね。で、ガスの入れ方はこちら、ここのね、バルブにガスを入れていきます。タンクはね、そんな大きくないので、もうすぐ満タンになります。で、実際ね、この引き金を引いて打つ形になります。ちょっと一回打ってみましょう。カメラ越しがいいかな、こんな感じ。はい、ということでね、スローモーションとかも、いっぱい撮ったんで、ちょっと見ていただいたと思うんですが、まあ、CQB のね、突入時なんか、ちょっとハンドガンだけだとちょっと心もとないなと思って、こっちにね、用意しといて、こう少しずつ行っていたと思ったらパーンと打つとかね、いろんな使い方あると思いますが、あとね、ちょっとね、BB 弾がね、残ったりするんで、残った場合はね、ちょっと見づらいですが、ここのこの丸っこいとこありますよね、見えるかな、ここがあの棒状のね、ゴムが入ってて、これがね、パッキンの代わりになってるんで、これをちょっと横から押してあげて一回抜いて BB 弾出すことが可能です。さて、今回ご紹介したのはソクスナミニランチャー、こちらね、ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。